第一子を妊娠中のタレントの上原さくら、43、が27日、自身のインスタグラムを更新。ぽっこりと膨らんだお腹のショットを公開し、下腹部のタトゥーを披露した。お腹が大きくなるにつれて、美容をんと伸びてしまって、かなり主張の激しいサイズになっちゃいました。笑いちゃんと戻るのかな、と知る。上原は2003年にアパレルメーカーの社長と、結婚するも9年に離婚。11年4月に、建築足場メーカー、KRH の代表で、フェラーリ王子の異名を持つ青山浩二氏と結婚した、ものの、13年に離婚した。そして昨年12月に、ブログで、一般男性との再婚を明かし、今月22日に妊娠を公表した。